はい、ということで今回川崎フロンターレユースチームに体験に行くということで、まあ、現在プレミアリーグ1位ということで、はい、どういう練習をするのか非常に楽しみなんですが、一応サプライズということなんですが、ちらっとね、さっきね若干、あ、夏じゃねっていう、はい、あのシルエット夏しかいねいねくねっていう、まあ今から早速、一応サプライズという程度行きます。よいっす。フロンターレって言ってももう有名選手ばっかですから。いや、本当ですよ。フロンターレって言ったらもう今の現代と田中碧選手、はい、板倉選手、はい、三笘選手、はい、たくさんいすぎて、三好選手、脇坂選手、まだまだたくさんいますけど、まだまだいっぱいいますね、うん、あの本当にたくさんの有名な選手たちを輩出しているということで、はい、本当どういう練習するのかすごくね興味深い。だからまあ実際僕が勉強させてもらおうと思うんですね、はいはい、今本当にプレミア第1位ということで、はい、実力ともにもうね、こう沈黙のナス、はい、よし、行きましょう。あとね、本当選手のその質、スキルの部分、はい、技術とかの部分は、はい、そう、あのどういう練習からこう培われてるのかっていうのは本当に個人的には興味深いので、トップチームのこのイズムみたいなのが、はい、ユースチームにも降りてきてるのかっていうね。そしてなんと今日は、うん、フロンターレスタッフの、はい、スタッフの、はい、らしいです。お返しして、はい、今日は潜入していきたいと思います。超。はい、何先生ですか？松永です。皆さん大丈夫、注目してください。誰かちょっと知らないメンバーいるけれども、すいません、挨拶したことがない。こんにちは、どうぞ。夏大好きです。今回、まあ、練習参加ということで一緒にさせてもらいます。で、まず、まあ、プレミア行きということで、本当ユース世代高校サッカーがみんな注目していると思うので、その練習の姿っていうところを実際僕も体感させてもらって勉強させてもらえればと思うので、あとはなんか少しでもお互いいろんなコミュニケーションを取って、未来にこの先に繋がってもらえればと思うので、短い時間ですけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、行きましょう。よっ、はい、最初なんで。おお、もう、これ結構松永先生強っ。もう、もう、これ思った以上に重かった。この一足さまで行くと体幹ブレちゃうんだよ、強くないと。すごい、これ何キロのやつですか？
30キロ。もうめちゃくちゃ汗かいてるじゃないですか。いやちょっと後で持たせてあげる持ってほしいわ。わかるから。はいどうぞ。ああ、腰気をつけてよ。それを担ぐの。え、こうやって担いよ。ああ、でそれでスクワットとかする。まあ、こう。あ、確かにこれぐらつく。ね。ほらほらほら。はい。まあまあまあできてる方っすよ。よろしくお願いします。さすがですね。はい。どうにかこうにかさ。まあでもあれあれですね。アップというかも体幹締めて。そうですね。これからボール取れるんで。はい。いやよろしくお願いします。いやこちらも見ていてですね、はい、もうちょっとワイワイやるんですけど、はい、いやいやいや、みんな固くなっちゃうそうなんですか人間味みたいな。ちょっといや一度はフロントアレさんでいろいろ聞いててどういう雰囲気なのかなと思いながら、はい、みんな固くなっちゃって、そこからちょっとほぐれてくると思うんで、ちょっとずつよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日那須さんがいらっしゃってくれてます。たくさんのものを吸収してください。元気よくいきましょう。 OK ね。はい、じゃあ行きたい。那須さん行こう。よっしゃ、最高。最高。もうまっちゃんって呼べそうだな。まっちゃん。Thank you.
あと、あの個の打開っていうステップワークとかで外すっていうのもそうだし、相当スキル高くないと、はい、でもイメージあるからね、どの選手も。いやすごいね、やっぱり。ファンカンの時にやってましたよね。そうそうそう、真ん中の使い方が本当にうまい。しかもあの3人いるじゃん、はい、あれでこう、うまく三角形トライアングル使いながらボールポジションする。めちゃめちゃ見るもん、その実戦で川崎とかで、はい、俺マジでずっと見てないといけないから、川崎で常に真ん中を使いながら、すごいいい練習、すごいいい練習。ここからは、はい、まあ紅白戦を切れるということなんですね、はい、コーチング目線でこれからは安解説、はい、ユースの場合、まあ、本当にこの、まあ、レギュラー争いっていうところ、はい、まあ、もちろんどのクラブでもあるんですけど、ここでトップでトップチームで出るってことが、まあ、そのプロ選手になるっていう意味では、うん、直結してやっぱそこで評価されるので、まあ、すごくシビアなところではありますけど、まあ、でも本当にこうしのぎを削って、まあ、少数精鋭っていうところ、はい、スチームのその中でも今トップ走ってるプレミア1位ということで、トップ走ってる川崎っていうところで、ちょっとこの紅白戦というかゲームもすごい楽しみです。まずダイレクトでシュートなのか、止めて2タッチで味方に渡すべきなのか、いろいろあると思う。そんな判断で左出すべきか右出すべきか、いろんな判断がある。そこの判断っていうのを正しくちゃんと判断して、でシュートですね。ここちょっと意識しない。プラスやっぱりゴール前の攻防だから絶対簡単にやらせない。ここだけ意識して。オッケーね。はい。シャッ。よー。シャッ。よー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 。よGo! Go! 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 Go!
いいボール、あーいいよ、こういうつながりですね、これの、うわー、ナイスディフェンス、うん、やれ、ボール前、帰る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 、まあ、まさにボールポジション9対4の時やったので、こう真ん中につけながらボールを回していくっていうところはあったと思うんですけど、この、まあ、スモールコートでもやっぱりそのつながりってこっちさっきも言ってましたけど、はい、そのつながりで密集した中で縦パスとかこう入った時にクリックだったり常に前前でこうつながりがこう連なってパスが流れてゴールまでフィニッシュまで行くっていう形、それを1人だけじゃ無理なんで2人3人4人5人って周りが全員反応しないといけないので、そのつながりっていうところの意識づけが共通認識がチーム全体として浸透しているので、だからああやってこうワンタッチ、ツータッチのこうね連動した攻撃ができるっていう、まあ練習の上の試合ですからね、はい、まあ、練習の内容がそのままこの試合で反映されてるっていう、レベル高いっす、やれ、はい、やばい、さあ行けるぞ、行こう、面白い、見てて、そうですね、うん、かなり面白い、やっぱあの強いチームあるあるんですけど、紅白戦がやっぱり質が高いっていう、はい、これ3チーム分ありますから、この中でやっぱ11人しかスタメンは出れないわけで、はい、これどこ見ても面白いから、やっぱりレベルの高さを伺えるというか、やっぱりチーム内競争が激しい方が、はい、チームのこのねレベルアップとか活性化っていう時には絶対に欠かせないですから、そういう意味では3チームとも同じこの絵を描けてる選手たちが多いから、はい、攻撃も守備もすごく見てて面白い、うん、あと局面のあの肉弾戦というか、はい、局地戦もすごくインテンシティ高くて非常に面白い、勝負にこだわってるね、そういう声かけがさ、うん、一人一人が強く出るし、うんうん、時にはぶつかったりするし、すごくいい光景を見させてもらって、選手たちがこう生まれるのはなんとなくわかりますね、このサッカーの実際、はい、本当はやっぱトップチームのこの、まあ、やってることっていうか、ユース問題でも同じ風にできるっていう、まあ、指示の声掛けも的確だし、見てて楽しい。
めっちゃ面白いですね。あ、質高なと思って。うわぁ、あ、わかりました。もう絶対よろしくお願いします。まあ、ちょっとだけやらせてもらって、で、まあ、本当に質の高さだったり、まあ、プレミア1位っていうのはすごく納得できる。あの、個人戦術もそうだし、チーム戦術もみんな共通認識があって、すごくあのいいものを見せてもらいました。同世代で刺激を受ける選手がたくさんいると思うので、動画としても本当にいいものを撮らせてもらったと思ってます。僕からあえて、まあ、引退した身なんで、まあ、みんなにメッセージを伝えるとすれば、すごく、いい声も出てるし、自分から引き出す選手とか呼び込む選手とか、すごくあの積極的にやってるっていうのは続けてください。それはどのカテゴリーでも必ずあの他の選手と差別化になるので、それは続けてほしいっていうところと、でもそのコーチングとかで、まあ、時にね、やっぱぶつかることもあると思う。うまくいかないからで、ぶつかることは全然悪くないし、それで伝えることも全然メッセージはいいんだけど、自分のエゴをぶつけるだけになってほしい。常に思ってほしいのは、何をしたいかっていうのを常に思っててほしい。とにかくみんなにはそのプロになるとか、チームで勝つとか、今スタメンで出てない選手だったら出るために、この出てない時間をどうしないといけないっていう、そこを常に考えながらこれからやってほしいっていう。だからスキルとか、あのみんなね、すごく卓越してると思うし、そこは常に磨いてほしいんだけど、勝つためのスキルにしてほしい。試合でスキルのためのスキルにしてほしくない。目的が上手い選手なんでこれからたくさんいるし、すごくあの見てて思うけど、でも結局はチームで勝たないといけないわけだから、そのためのスキルの練習、そのための自主練だから、そこは忘れないでみんなやってください。あと最後に、もちろんその出てる選手11人いて、出てない選手っていうのはあるんだけど、特に出てない選手とか、まあ、苦しい局面になった時に、俺はプロになって出てない時間をどうやって過ごすかっていう、そこで他の選手との差をつけようって思ってた。だから考え方、マインドセットのところは常にクリーンにしてほしいっていう。その無駄な時間はないから、それぞれに与えられた局面でみんなが有意義な時間にしないと、人によってはいろんな壁が、いろんな時間の使い方っていうのがあると思うけど、その無駄な時間にしないようにしてほしい。そこをこうマインドセットを変えることによって、未来が開き方っていうか、成長の仕方が全然変わってくるから、そこはみんな意識しながらやってください。でも本当にいいものを見せてもらいましたし、これからまだプレミアとかリーグ戦あると思うんですけど、頑張って結果を残して、たくさんの人にサッカーの素晴らしさを伝えてもらいたいと思うので、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。でその後に、このつながり、僕すごくフロンター川崎さんのやつ、そのつながりっていうところをすごく意識するじゃないですか。その試合ですぐに落とし込めないじゃないですか、練習の中で。だからあれどうやって落とし込んでるのかなっていうのがすごく個人的に知りたいなと思ったんですけど、チームのトレーニングを見た時に、でまたゲームももちろん見てるんですけど、やはりそのイメージを共有することはもちろん大事なんですけど、そこにやっぱりこうスピードが入っていかないと相手についていかれる。そうです。逆にそこをまあ武器とするのであれば、やっぱりそういう設定でこうトレーニングを積んでいかなきゃならないなというところで、例えば今日やったそのポゼッションでも、なかなかこう最初はやり始めた時にはイメージが合わず、もうボール来た時には選択肢もなく、だけどルールがダイレクトだからどうしようっていう選手が多かったんですけど、だんだんとこう目が合ってくるんですかね、イメージがこう合ってくることによって、なんかこうゲームでもちょっと似たような現象が出てきたのかなっていうようなところで、こういうような積み上げ方が一番こうトップチームに上げていけるのかなっていうところで、まあいろいろ話しながらですね進めてはいるんですけど、トップチームのトレーニング見るとやっぱりこう選手たちが中に入ると、守備なんかやるともう特にそうだと思うんですけど、奪えるなっていうところにボールがもうないんですよね。そうですね。そうですね。はい、はい。敵が止まっちゃうっていうのは、はい、あそこの目までこう合わせていきたい、速度に合わせていきたいっていうところで、選手たちはもうまだまだだと感じてるんで、積み上げてトップに近づけるように頑張っていきたい。いやでも貴重な本当もの、とんでもないです。なんかもうありがとうございます。とんでもないです。なんかもう貴重なお言葉ありがとうございます。いやいやいや、先生。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。面白かったわ。はい。練習がそのままゲームで現れてるっていう。なるほど。これは上手くなるね。はい。はい。
今回川崎フロンターレユースということで一緒に練習させてもらってゲームはね拝見させてもらったんですが、もう非常にチームのレベル、個人レベルもすごく質が高くということで、本当に見てて飽きないという、すごくねチーム内競争も激しかったですし、はい、見せてもらいました、はい、でですね、川崎フロンターレユース、7月3日なんですが第11節桐生第一戦ということでこちらのグラウンドで試合をするみたいです。有観客になってますので皆さんぜひ、ね、ご来場していただいて、はい、ユースの選手たちの雄姿を見ていただいてしっかりと、ね、応援していただければと思いますので、ね、一人でも多くの方々に応援していただけることが選手たちの、ね、励み力になりますので皆さんぜひご来場していただいて、応援の方よろしくお願いします。概要欄の方に、川崎フロンターレユースの情報を載せておきますのでそちらのリンクから、詳しい情報は、見ていただければと思います。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンぜひよろしくお願いします。今回は川崎フロンターレユース体験入部でした。ありがとうございました。